はい、皆さんどうもこんにちは、ヨッシーです。今回やるのは2020年買ってよかったものランキング。ちなみに今日は2021年1月25日、めっちゃ今更ですね。本来ちょうど1ヶ月前ぐらいにやった方が良かったんですけど、まあ撮る時間がなかったので本当に今更ですけど紹介していきたいと思います。はい、ではまず6位から。6位はこちら、自転車を洗車する時のブラシになります。メーカーは何ていうのかわからないんですけど、概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしければご覧ください。こちらを買ってから結構便利です。楽になりました。これボディやタイヤを洗うもので、こちらが結構僕使ってます。このチェーンとかチェーンリング、あと細かいところで、こっちもチェーンリングとかスプロケットとかを洗うものかな。そしてこちらはホイールのハブとか、このリアディレイラーとか BB の間をこのようにブシ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 って洗うものですね。もし洗車動画を作るときはこちらも紹介していきたいと思います。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、第5位。第5位はこちらです。エリートのサイクルボトルになります。これ何がいいかって、もうとにかく軽いんですよ。僕もともとボトルに関してはそこまで気にしないタイプだったんですけど、こちらのターマックに合うボトルないかなっていうことで、こちら最初エリートのボトル、ツールドフランスモデル購入したんですけど、購入したらなんだかんだで結構気に入ってます。何が気に入ってるかって、やっぱり軽いのと柔らかい、これ結構大事だと思います。水を飲むとき、ボトルが硬いやつだと飲みづらいと思いますので、エリートのこの柔らかいボトルが僕は一番気に入ってます。だいたいこれも1個1000円ちょっとぐらいなので、お得なんじゃないかなと思います。はい、そして第4位。第4位に関してはこちらです。サイクルジャージになります。画面に収まらないな。まずはこちらのラファから。こちらのラファのサイクルジャージは去年の3月に東京に行った時に購入したものになります。本当に見た目がシンプルでかっこいいですね。機械のようにこれ使ってました。今ではちょっと後ろが色あせんでます。はい、そしてこちらのパンダーニジャージ、もう見たらわかる、これは派手なやつ。まずこちらのパンダーニっていうメーカー自体知らない人も多いと思います。パンダーニはこう日本のメーカーになります。海外の自転車選手のマルコ・パンターニとパンダを合体した名前のブランドになります。このパンダーニのジャージの何がいいかっていうと、見た目はおしゃれなのに着心地は本当にレーシー、まさかのレース用ジャージになります。最初は着心地ぴったりだったんですけど、もう使いすぎてちょっとヨレヨレになってしまいました。残念。はい、そしてこちら、マイオジャージになります。こちらのマイオジャージは沖縄のバイシクルショップマイオのショップジャージになります。前はこちら、後ろはドクロ、うーかっこいい。このデザインに関して人気自転車 YouTuber のトムズサイクリングさんの動画に出てくる筋肉ブロガーのユウさんが着ていることでちょっと知れ渡ってると思います。あとトムズサイクリングのトミさんもここ最近着ていることでさらに人気が上がっていると思います。はい、そして第3位。第3位に関してはこちら、シマノデュラエース R9100 クランクになります。このデュラエースのクランクは、僕がお世話になっている自転車屋さんの店長が、僕にならこの安くしますよということで、今と思えばいい商売になったんでしょうね。思わず買ってしまいましたよ、店長。それでも後悔はしてないです。このデュラエースのクランクに交換して僕が実際速くなったかというと、大してわからん。爆発的に速くなったということはない気がします。ただちょっと平坦を強く踏んだ時に加速しやすくなったかなーって感じですね。はい、そして第2位。
第2位に関してはこちら、シマノアルテグラ R8050Di2。 やっぱこれですよ、電動はいい、電動しか勝たん。まあ、それまでは105のワイヤー引きを使ってたんですけど、そこから一気に電動、まあ、今こっちにあるんですけど、やっぱり電動にしたことによって変速がとっても楽。今まで苦しい状態でペダルを回して変速するのがもう、ガチャン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 するのがもうなしです。どんなに苦しくても人差し指ちょんちょんちょんと触ったら変速ができる。もうこれ完璧じゃないですかね。僕の過去の動画で240キロ走った時や沖縄一周した時も電動変速によってほとんど変速の疲れというものがほとんどない気がします。沖縄の北部、まあ、ヤンバルっていうところはもうこんなもう何十キロもアップダウンが激しいところがあるんですけど、この坂道の時でもやっぱり疲れてる時でも、もう人差し指でも軽くちょん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 ってするだけで変速ができるので、もうそこに関してはもう助けられたかなって思います。まあ、皆さんもお金にちょっと余裕があったら、まあ、カスタマイズの手段として DI2 おすすめします。はい、そして最後第1位の前に、惜しくも今回ランキングに入れてないものを紹介したいと思います。それがこちらになります。これは自転車に取り付けるバッグになります。一つずつ紹介していくと、こちらはジャイアントのフロントバッグ、ハンドルバーに取り付けるやつです。これはフレーム本体に取り付けるフレームバッグ、そしてアデペトのハンドルバッグとサドルバッグになります。こちらに関しては買ったのはいいけど言うほど使ってない。これ全部がダメってわけじゃないんですけど、これ使うんだったらちょっとサイクリングが目的で使いたいな。最近ロードバイクではもう練習でしか乗ってないので、練習で乗るってなったらこういったものがちょっと邪魔なので、まあ、僕がいつかやりたいと思っている自転車キャンプの時に使いたいな。はい、ではもう一つあります。もう一つに関してはこちらですね、シマノ Sfire RC9、 シマノの高級ビンディングシューズになります。いや、ちょっと待って、ランキングの中にこういったボトルやこういったブラシが入ってるのに、なんでこれが入ってないかっていう質問があると思います。まあ、確かにそれじゃそうですよ。本来こんないいものをランキングに入れないわけがないですよね。ただちょっと入れてないのにはちょっと理由があって、それに関してはちょっと違う動画で撮りたいと思います。はい、そして第1位に関してはもう大体の僕の動画を見てる方ならわかると思います。ファイナル第1位はこちら、スペシャライズドターマックディスク2019年モデル。先月納車したバイクが第1位になりました。こちらのバイクを購入してからまだ300ちょっとぐらいしか走ってないと思います。この1ヶ月間沖縄の天気が悪いのと、まあ、休みの日に僕の都合で乗れないっていうことで、今後このバイクでいろんなところ行ったり、いろんな人と走ったり、またいろんなレースに出たいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回は僕の2020年買って良かったものランキングでした。いやー、去年はもういろいろ物を買いすぎました。いや、もうさすがに今年はちょっと買うものをちょっと控えないとやばいですね。高い買い物はしません。バカ。